その前にあの立花さんがおっしゃってたのは、浜口向きから狙ったってさ、行きたりやるんだったら、なんか別にアイドルじゃないんだよって。だってあれやってたらもうセット終わるくらい前だよ。もうあれ直せるんだよね。去年同じであれだったらね。